はい、次。次、スワブの話ですけど、で、スワブというのは重り付きの布みたいなやつで、あの楽器のね内部をの水気を取るのにそのままの布だけだとちょっと難しいので、その重り付きのやつを入れて反対側から引っ張り出して中の水を抜くみたいな感じにはなってるんですけど、スワブどっちから入れます？大きい方から小さい方へ。ああ、なるほど、あのベルの部分ですね、朝顔になってる部分から入れる。はい、私も一緒ですけど、これ反対の人もいるじゃないですか。まあね、くるんってやる必要なく出せるから楽だからと思うんだけど、あれやってる人、俺どっちがいいんでしょうね結局。流派、いや結局あの、いや本体の中にオクターブキーがせり出してるじゃん、本体って。はい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 、あそこにね上から入れた方が引っかかりやすくなる、うん、力かかりやすくなっちゃうんだよねあそこにね。いや確かになって考えると、はい、ベルから入れる方が正しいのか。マウスピー、あー、ま、いやもうぐちゃぐちゃになっちゃった、スワブがあの団子になって、うん、中で詰まっちゃうパターン、うん、あるパターンになるのはでもベルから入れた時ですよね多分。細毛から太いに行く時はあんまりならん気がするな。まあ細いとこで自然とダマになってるのは見えるからね。うん、まあ詰まりやすいのはそうだね。ただ中にせり出してるオクターブキーを曲げないようにするんだったらやっぱベルからの方がいいような気もするんだけど。なるほど、まあでもなんかこの辺は流派なのかな。でも一応ベルからの方が市民権ある感じかな。まあでもね、別にどっちから入れたっていいですよ、内部がきれいに取れて。いや、そうね、壊れなきゃ。はい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 、うん、組み立て順序とかもあるじゃない。うんうんうん、先にこれ取り付けてこうしましょうみたいな。別にね、はいはいはい、順序もどっからでもいいんですよ、壊れなければ。いやそうですね。ただ一番リスク回避する方法がこれみたいな。はい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 、そのネックを強く握らないためにとか、うん、ね、こう変な力がかからないようにするためにっていうのは確かにそうかもしれないですね。だからスワブも別にね、中がきれいに拭けて清潔にできるんだったら別にどっから取っちゃっていいじゃない。確かに、ただリスク考えると、まあどっちもリスクあるのでもね。まあそうですね、まあでもただ被害額で言うとオクターブキー曲がっちゃったりした方が嫌かな。まあでもね、どっちから入れても引っかかったら曲がるしね。いや、あー、まあ確かに。あの、そうだ、スワブで思い出した。はい、使ってるとほつれてくるじゃない。ああ、スワブ、はいはいはい、スワブって結構、うん、あと穴開いたりとかしてる時あるじゃない。はい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 、うん、あれね、すぐ買い替えた方がいいですね。お、というのは？いや、それこそ今言ったあの本体の方にもオクターブキーってのが開いてるんですけど、はいはいはい、あれね、中までせり出してるんですよ、うん、キーの、うん、その管が、はいはいはい、で、まあ、ほつれた糸があそこに絡んだり、うん、あとは穴の開いたスワブでそこにたまたま引っかかっちゃったりして、うんうん、はいはい、無理くり取ろうとして引っ張るとですね、ああ、真鍮っていう金属は思ってるより柔らかいのでね、あっという間に曲がるんですよ。なるほど、うん、なので穴が開いてたりしたらもうすぐ買い替え、まあ穴が開くぐらい使ってるから汚いしね、買い替えましょう。そうですね。ちなみになんか洗って使ったりとかします？これたまに聞かれるんですよね、あのスワブって洗っていいんですかって言って。まあ洗ってもいいんじゃない。ああ、洗うのは全然いいんですけど、小林さん自身は洗って使います？あまりにも汚くなってそうだったらね。ああ、なるほど。まあ、でもこの辺も流派か。私結構すぐ捨てちゃうんですよね。環境をね、考えてですね。もう穴が開いたら熊のアプリケでもつけて使いなさい。それアプリケが引っかかって楽器に不具合出るやつですよ。かな。まあまあ、その、あのほつれたり穴が開いたりするようであれば、まあ、しっかり買い替えて、うん、使っていきましょうと。で、まあまあね、まあまあ我々としてはまあベルから入れる方を推奨しますと。いや、俺はどっちからでもいいです。俺はベルから入れてるよって話。はいはい。じゃあまあ入れるとき、それからまあ中を通すとき、抜くときにまあいろいろ引っかかったり詰まったりしないように気をつけながらやりましょうと。うん。はい。じゃあこの話題がやってまいりました。最後の話題ですよ。ネックコルク。
ちょっと待って、正座する。いや、好きすぎるわ。ね、過去のラジオでちょっと話したことがあって、うん。まあ、その時は、マウスピースの話がメインだったんでしたっけね。そうですね。でこうセルマーとバンドレーとか、まあ、その会社によってマウスピースの仕上げ方が違うから、まあ、コルクが合わなくなることがありますよと、うん、その辺は気をつけて、やりましょうと、あの古いやつだったら交換しましょうよっていう話だったんですが、はい、ズバリネックコルクの交換時期はどのぐらいを見計らってますか？コルクがダメになる前に、はい、なんかの他の事情で巻き直したりするから、うん、もうマウスピース年に1回は変えちゃうんだよね。ああはいはいはい。で、まあそのタイミングで巻き直しちゃったりするからあれだけど、まあでも2年も使ったら巻き直していいんじゃないかな。なるほど。って気がするな。ね、この楽器やってる人には伝わりやすいかなとは思いますが、やっぱりねこのマウスピースを差し込んでいてこうずっと圧力がコルクにかかってる状態になるので、まあ、だんだんと変形して、まあ、そうきつく止めることができなくなってくるっていう形だとは思うんですが、うん、ね、2年に1回なんかあれですね、もっと頻繁に交換しろっていうのかと思ってました。いや、あのね、使い方次第だな。あ、まあ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 、そうか。きちんとグリスを塗ってるかっていう。お、なるほど。グリスはあのマウスピースを差し込むときに滑りやすくするために塗ってるだけじゃないんですよ。なるほどなるほど。あれはコルクの中に水分が染み込むのを防止するという意味合いもあって。なるほど、油分で。そう、あのコルクってほらワインのコルクもそうだけどさ、水分で膨らむんだよね。うんうん。水分とか、まあ、湿気とかで、はい、まあ膨らむんですけど、はいはいはい、だからそのマウスピースを刺してる状態でコルクにどんどん水が染みていくと、膨らんだ状態のコルクがマウスピースのサイズに合ってくるじゃん。はいはいはい。で拭き終わってマウスピース抜くと乾くときに縮むからどん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 緩くなるんだよね。そうですね。あのたまにさ、その楽器新品で買ったばっかなのに楽器半年目ぐらいなのになんかコルクすっかさかになってるみたいな人がいたりするでしょう。おります、おります、はい、生徒さんとかでね、うん、あれね、コルクにグリス塗ってないんだよ、話聞くと。やっぱうん、うん、なのでね、グリスを塗って使いましょうってところですね、まずね。なるほど。まあどうしてもね、そのグリスで 100%コルクの変形が防げるならいいですけど、まあそういうわけにもいかんので、まあ、2年に1回、まあ巻き直しかなぐらいで巻き直し、まああとはその、うん、細かくこだわっていくんであればマウスピースの会社が変わった時に変えてみたりとか、まあモデル変わっても変えた方がいいかな、ああとは思います。なるほど。まあまあこの辺は、うん、こだわる方はというやつですよね。コルクグリスの塗り方お、そんなにこだわりあります？いや、俺がよく見るのがスティックタイプのグリス使ってて、はい、さーってスティックタイプのやつをコルクに塗って、はいはいはい、あのなんかスティックのりみたいなイメージでこうシューって塗って、はい、マウスピース入れちゃうみたいな人、はい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 、あれは意味ないんでね。なるほど。うん、あの指で擦り込むんですよ、コルクに。スティックタイプでちょっと乗せて、ちょっと乗せて、それを指でギューって擦り込むんですよ、しっかり。はい。コルクってね、あの小さい凸凹がいっぱい開いてる、はいはいはい、そうですね、ですよね、うん、目には見えないけどね、目には見えないけどいっぱいポツポツって気泡みたいなのが開いてるんで、そこにもしっかり入るようにギューッと。なるほど。押し込む押し込む、うん、まあそうだね、擦り込む感じで、はいはいはい、まあ、そうやって使ってるとコルクグリスも別にね、もう4日に1回ぐらい塗れば十分ぐらい残るからね、油分がね。うん、そうですね、毎回じゃなくて、うん、表面だけにパーってスティックタイプで塗ってマウスピース入れてる人、あれマウスピースってこせが落ちてほとんどあの塗れてないのでで、あのあれですよね、マウスピース入れた時にそのマウスピースのお尻の部分にめっちゃ白いグリスがたまるやつそう、あれはね、 あんまり意味がないので、はいはいはい、あの たっぷり塗りゃいいってもんじゃないからね。いや、そうですね、まあ、指で取ってしっかり塗って
ちょっとこれ表面ぬるぬるすぎるなと思ったらもうなんかティッシュかなんかで拭いちゃっていいので、コルク自体にこう馴染んでるかどうかが大事かなっていうところなんですよ。なるほど。うん、結構この使い方やってる人見ないんだよね。そうですね。まあでもグリスに関しては取扱説明書もやっぱないですからね。うん、あのみんなあのスティック状のやつをそのまま買って、うん、でまあこんな感じかなって言って使う分なんで、まあしっかり擦り込むようにねして使いましょうっていうところですね。はい、まああとしっかり擦り込むことでですね、マウスピースとコルクの隙間がグリスで埋まりますよね、しっかりね。うんうん、なのでね音も良くなるんでね。なるほど。これ眉唾みたいな話ですけど、あの本当に変わるんで。なんかあのサックスではないかもしれないですけど、音が変わるグリスとかってあったりするじゃないですか。はい、使ってますよ。お、良いですかやっぱり。あのなんかやっぱね粒子が細かいのかな、グリス自体の。おお。あとなんかこう粘度がちょうどいいっていうのかな。はい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 。うん、まあグリスとしてでも優秀な感じがするから、その音が変わるとかの前に。ああ、なるほど。乾きにくいし、すごい少しの量でしっかり伸びて塗りやすいから。はい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 。使いやすいから使ってるって感じだね。ああ、まあまあまあ、そのいいグリスだからつうか。うん、いやでもダメだ、そのこういうあのお仕事長くなってくると、そういうなんか音が良くなるとか一瞬ちょっと疑ってかかるんですよね。いやでもね、まあやっぱ密着度はすごく高くなるから、はい、あのグリス切れてるなって感じで吹いてる時とグリス塗り直して吹くとやっぱ全然違うよ。違う感じです。ああ、なるほど。音が変わるっていうよりかは反応が変わる。うん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 。息に対する反応がすごい速くなるから。はいはいはい、なるほど。うん、まあこの話を聞いてさ、はい、あコルク緩いかもってきつくしてもらおうと思ってきつくしてくる人いると思うんだ、うん、ああそれはそうですね。もう、あ、じゃあもう最後に変えたのは、いやでも買って以来コルク変えてないやと。うん、で確かにちょっと緩いは緩いなって思ってね、グリス塗ってしっかり入るようにしてもらおうって言って直したとして、はい、あの必ずネックを持ちながらマウスピース入れるようにしてくださいねっていう注意喚起です。なるほど。楽器につけた状態ではやるなよと。楽器につけた状態でネックを支えずに、うん、あのね、楽器につけた状態でマウスピースだけグリグリって結構差し込んだり抜いたりする人いるんですけど、はいはいはい、さっきも言った通り真鍮って思ってるより柔らかいので、いや、あのネックがね曲がっちゃうんですよね。確かに、特にテナーなんかそうですよね。テナーは一発だよ。テナーサックスはそのネックの部分がすでに 波打ってるというかね、その2回曲がってるので、うん、まあ、あとまあ長いからね。あ、そうですね、長さは確かにそうですね。あの大体お辞儀しちゃうんですよネックが。ああ、下目にね曲がっちゃうことが多いんで、ね、はい、もう非常に残念なお知らせですね。あとあれもです、あのちょっとさ楽器持ったもの軽く前かがみになってネックが机とかにゴンって当たっちゃったとかって、ああ、あれでもね結構実は曲がってるんで、はい、あの気をつけてくださいね。いや、もう残念残念なお知らせすぎるな。うん、そうですね、結構曲がるんで、すぐそう新しくこう巻き直したネックはね、どうしてもこう入れるときにちょっと力が必要なので、うん、とりあえずあの楽器につけた状態でやるとやっぱり曲がるんで、しっかりね手でネックを押さえてね入れるようにしてあげるといいと思いますね。なんならね、その楽器の状態じゃなくてネックだけ取るのなんてこう3秒ぐらいで取れるんで、うん、その手間を惜しんで、あまり横着せずにね。そう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 。その手間を惜しんで、10万かもしれない、その交換費用とかね、修理費用にするぐらいだったら。そうだね。そんな感じですか。そんな感じかな、注意したかったことは。ありがとうございます。いや、初心者応援セットと言いつつ、うん、割と、まあ、楽器始めて、1、2年、3年ぐらいの人までは結構、ためになる、自分たちでためになるとか言うとなんか急にうさんくさくなりますけど、まあためになる。そうね、まあためになるのかな、なるんじゃないですか。なんかまあでも結構忘れがちなところ。そうですね、グリスも塗んなきゃいけないなと思いながらずっと塗ってなかったわって人とか。
そうですね、楽器も調整に出さなきゃいけないのは知ってるけど、うん、めんどくさくて出してないとかっていう人もねやっぱいると思うので、うん、クリスも手で塗れって確かに最初言われたけど、めんどくさいからピッピッピッってやってたなとか、そうそうそう、手も汚れるし、うん、そうそうそうね、あとからそういうの聞いてくるんでね。いや、そうですね、コストパフォーマンスに効いてくる。そう、コストパフォーマンス、そうですね、修理費用がよりかさんじゃう、うん、あとはまあね、ちゃんとある程度楽器が整った状態で練習していくことで、まあ、正しい奏法が身につくのではないかと。うん、まあ逆に整ってないと正しい奏法で音が出ないんですよね。まあそうですね、その歪んだ状態に合わせちゃうからっていうのは確かにあるので、うん、そうそうそう、はいはい、今週はじゃあこのぐらいですかね。いや、非常に真面目。ちょっとふざけるか。いや、なんかどうしようどうしよう、黒歴史なんか話します、もう。あったかな黒歴史。いや、でもこのなんか逆に黒歴史話したくてしょうがないみたいになってますけどね、おかしいな。今日まだ本題喋ってないぞくらいの。そう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 、ネタ入れてない、なんだっけなんだっけ。なんかあったかな黒歴史。一個あったわ。はい、さっき言ったそのグリスで音が変わるみたいな。はい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 。いや確かにそのね、グリスの質で密着度が変わるから、吹き起こしとか音ちょっと変わるんだけど。はいはい。あのグリス選ぶためにあの試供品のグリスを全て試したっていう黒歴史だ。それは一個使い切ったってわけじゃなくて、その何個かあるやつを全部試したってことですか。そうそう、あのなんかこう試供品みたいな感じで使ってみていいですよみたいな感じになったやつを、あの思想室に入って、はい、あのコルクグリスの思想をした。いや、グリスの思想は聞いたことねえな。いや、でもちょっと、ね、赤木くんにもぜひ一度やってほしい。マジで変わるから、吹き音こっち一個一個。いや、まあ、まあ、吹き音こっちはまあ分からんでもないんですけど、全然違うんだって。いや、これめっちゃ吹きやすくなるとかって本当にあるのよ。でもそれなんかやらせてくれる楽器屋さん少ないですよ。グリスってこれ思想できるっつって。いやー、すごいな。グリスの思想はやったことねえな。じゃあ、わかりました。今度じゃあ、楽器屋さん教えてもらって、行ってみるかな。思想しに行くの。いや、思想しに行って、じゃあこのグリスの回やりましょうよ。その、このグリスが良かった。あの、あれでしょ、採点しよう。香り、星5。ね、粘り、星3。塗りやすさ、星4。みたいな。いや、それ。で、トータルおすすめ度、4。みたいなやつ。めっちゃいいな。で、あれでしょ、我々の、その、評価が全然違うんでしょ。小林さんが評価3って言ったやつ、私評価5って言って、なんでそうなんだよって言って。喧嘩が始まるやつです。まあ黒歴史といえばそんなもんでしょうかね。いや、わかりました。ありがとうございます。このね、一回に、小林さん回は一回に一つの黒歴史を巻かねばならぬという話になるかもしれませんが、10月7日のラジオですね、はい、この辺りでおしまいにしたいと思います。まあ、お便り等々随時募集しておりますので、説明欄のお便りフォームからお願いします。ラジオの感想や、全然関係ないお便りでもお待ちしておりますので、お気軽に投稿いただけたらなと思います、はい。小林さんの演奏会のお知らせ等々はまた説明欄の方にそちらも書いておりますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今週も小林さんありがとうございました。来週もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。それでは皆さん、楽しいお手入れライフを。